これは血に濡れた悲しみの物語。猛虎は対馬の双子を一人残らずさらい、その魂を捕らえた。対馬の民は双子らを救う勇者を求め、クロードたちが立ち上がる。捕らわれた双子らを追い、猛虎の元へと急ぐ。クロードがたどり着いたのは猛虎の亡類だが、囚われた双子はイズコへと消えたのか。街道に深く刻まれた車輪の跡が哀れな双子の行方を示している。クロードは後をたどった。天敵もっさ、猛虎兵の眼には暗い焔が宿っておる。魂がつながれている印だ。呪われた猛虎兵は倒れ、結びは解かれた。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。さらわれた双子たちは
悪しき力で猛虎の勢力をさらに増すための見栄となっていた。悪しき力の正体をクロードは知る由もない。猛虎の荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。安平は全て葬った。あとは荷車を調べるのみ。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。双子の真の像を取り込むことで、兵たちは互いを結び合わせる力を手に入れた。つまり、たとえ一人倒れたとしても、片方が生きている限り、決して死ぬ。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。
まだ見つかってない。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。